はい、さあ、KJ です。ノーガードです。プライドの番人。僕はもう分かってるのか、確実に。なんか前に出一回出ましたよね、他競技から。はい、ああ、そうですね、他競技からのやつで、はい、世界一ですよね、他競技の世界一の選手。はい、はい、分かんないですね。いや、絶対分かる、絶対分かる。選手は分かりますかね。選手が分かってます。ゲあおゲあー、いきますよ。3、2、1、ゲーゲイリー・グッドリッチ、ウィナー。素晴らしい、成長してるよ、成長してるよ。ここ最近全部当ててますよ。そうですね、成長してる。まさか。いいよ、じゃあエピソードも喋って。いやいや、もうあれっすよね、プライドに来た選手は最初にやるんですよね。そうそうそう。それしかない。そうですね。もうそれが全てですよ。それが全てゲーリー・グッドリッチは、ゲーリー・グッドリッチを超えて、いくっていう。そうですね。合力って感じ。そうですね。日本語漢字でね。そう、漢字で。漢字で合力。合力。はい。じゃあ今回は、衝撃的だった試合を3戦。格闘技のね。格闘技の衝撃的だった試合参戦。じゃあ自分から。はい、はい、じゃあケジルから行きましょう。まあいいですか。いい、もしかしたら被るかもしれないですけど、うん、僕は那須川天心のワンチャロ温泉ですね。あー被らないですか。被ってないです。あれ衝撃的だったね。衝撃的だ、はい、まさかね、タイのチャンピオンが大技で決められるんですね。階級が違うとはいえの、まあ、タイのチャンピオンが強いとは思うんですけど、まさかああいう勝ち方するとは日本はもう思わないし、タイの人たちも思わなかったじゃないですか。ねえ、だって結構天心負けるんじゃないみたいな ね、 そうですね。俺もちょっとそう思ってたし。そうそう、今平成君がね、階級が違うって言ったけど、はいはい、そう、格闘技においてね、階級って大きいって言うじゃないですか、はい、ちょっとの差がね、その1、4、2、5の差が大きいって言ってて、はい、特にボクシングなんかは、はい、そうっすね、刻みがね、言いますよね、言うじゃないですか、本当に、はい、ね、だけど、ムエタイの選手なんかは、まあ、すごい階級、あんまり関係なく戦ってるじゃないですか。そうですね、確かにそうですね、はい、まず、何なんですか、そこはって思うんですよ、俺いつも。階級大きいなって思う反面、そうっすよね、そうでもない。まあヘビー級とかもね、また10キロ違ったりするじゃないですか。まあヘビー級はね、やっぱワンパンでなんですけど、そういう、はい、ね、軽い階級でもムエタイとかはもう余裕でやったりするじゃないですか。そうですね、体の大きさが、軽量が違うので、当日軽量と前日軽量で。最高何キロ計？下がってこと。上が僕ですか。そう、63っす。63でも58から58ぐらい、フェザーからスタートしました。57.5 57.5 じゃあ5キロぐらいのあれだね。そうっす、もう全然大きさ違います。相手がでかいです。あ、そう、厚みが違います。あ、パワーとかも全然違う、はい、パワーも違いですし、身長は一緒なんですけど、もう全然厚みが違うんですよ。僕ライト級で試合するんですけど、うん、まあ、その試合はスーパーライトでやったんですけど、うん、厚みも全然違う。スーパーライト、ちなみに試合結果は KO 負けです。厚みが違うから、パワーが違うからね。バズーカ後期は出ます。バズーカ後期、そう、クラッシュとか K1 とかにも出てますから、ね、あとノックアウトにも出てましたね。あ、サッカーとスーパーライト級の、サッカーね、バックブローでやろうとして。オンヌさんは、なんか2階級制覇してる。そうですね、はい、体重上のやつをノックアウトしてます、ね、素晴らしい。でも僕60キロで試合した時は、やっぱり試合する時は身長同じぐらいの相手だと、やっぱ同じぐらいの厚みなんですけど、うん、ちっちゃいと分厚いです。分厚いよね。背が小さいと、その分筋量が多いから、パワーがあるんですよ。だから格闘技って、この階級の適正階級のこの見極めというか、はい、2番僕言っていいですか。あ、わかりました。よろしいですか。大丈夫ですか。僕はね、あれですよ、大晦日、青木真也対、おう、あれですか、誰でしょう。長島。ああ、違いますね。あれですか、ジエオスか、あれですか、ワンスか。ワンじゃないです。あ、ちょっとね、イベントは全然日本なんですけど、折ったやつですか。折ったやつ、折ったやつ、あ、だから、ありましたね。ありました、やつですね。うん、何だったかな、誰だったかな。ヒロ名前自体斉藤。
ひろた。ひろた。ひろたじゃなかった。いや、わかんないっす。ひろたミスだよね。あそう、ひろたミス。あれは衝撃的でしたね。そう、あれだから、あの試合の前にすごいいがみ合ってたの派ですよね、うん、すごくいがみ合ってて、うん、特に青木真也選手の方が怒ってて、はい、で実際あの試合が行われて、もう実際折ったじゃないですか。もうまず折れたことに衝撃を受けたんですよ。折れた、折れた。でその後に中指立てたじゃないですか、はいはいはい、で、あれあ格闘技ってどんなにいがみ合ってても試合終わったらノーサイドじゃないですか、はいはい、あれ何これと思ったんですよ。えって追い打ちをかけるかのごとく中指を立ててダブルショック。あすごいショックだったんですよ俺は。その青木真也選手の、はいはいはい、あの行為がね、はいはい、で青木選手ってもともと警察官じゃないですか。そうですね。警察官を安定した警察官を捨ててプロ格闘家になったバカサバイバーっていうね、はい、そうですね。警察官って正義感強い人多いでしょ、はい、真面目な人というか、はい、そんな人がね、おって中指立てるって俺ありえねえと思って、とにかくショックだった。もう格闘技嫌いになるんじゃないかぐらいショックな出来事だったんですよ僕は。自分青木真也を知ったのがその試合だったんですよ。へー、だから悪いイメージしかない。悪いイメージしかないよね。いや最初でももっとなんか好青年的な感じで出てきた気がしたんですけど、うん、そうです。最初の頃はでも痛んじは痛んじだったんですよ、はい、最初からね。その、はい、おまわりさんの時からおまわりさんって柔道やるじゃないですか。あで、はい、柔道大会とか出てて、はい、関節今ほら関節得意でしょ、はい、その頃から関節が得意だったんです、はい、でも昔の柔道って関節技がルール的には OK なんだけど、はい、やっちゃダメなあの、はい、暗黙の了解でやったらダメっていうような技だったの、はい、あの柔道ってね、はいはい、まあ全然違うんですけど、はいはい、そこでもう関節にこだわって関節を最初から狙いに行くっていう異端児だったみたいですね、はいはい、うん、その子からちょっとこう変わり者みたいな感じだったらしくて、はい、あの後ってなんか謝罪とかないんですか。そうだからあの後そんなに処分もなかったじゃないですか。ああそうですね、うん、多分出場停止とかってはなったんだけど、はい、そんな何年もとかじゃなくて1年以内にもう来てるはずだし、はい、罰金とかそういうのもなしで、はい、こんな対戦ってやりたくないですね。本当ね、怒られなくて怖いと思ったんですよね。その後に J を来てやったんですか。その後ですね。その大学後じゃないですか。あ、大学後ですか。結構後だと思います。うん、はい、だから J を打つ選手の時もおるんじゃないかって思ってましたね。時は思いましたね。でもそのミスター選手、あ、広田選手ものほほんとした性格してるから、うん、俺はすごいこう恨んだ。だってあんなことされたら恨むじゃないですか。恨んでずっと恨んでんのかなと思ったら、なんかのインタビューで、まあ、そんな気にしないみたいな、あれ俺が弱かったから負けただけです、ね、でもまあチャンスがあったらもう一回やりたいみたいな、ちょっとおっとりとしたね、はい、性格なのでそういう感じだったんですけど。素晴らしいですね。じゃあ自分ですね。はい、はい、じゃあ、まあ多分2人とも知ってると思うんですけど、QK1、はいはい、か QK1、QK1、マイティーモー、マイティーモー、マイティーモー、うん、バーサス、はい、はいはい、ガオグラマイティーモー、はい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 、そうっすね、これは衝撃、はいはい、確かに、はいはい、あれ僕が中学生、いや小学生ですねぐらいか。ね、それこそさっきの天心選手とワンチャノン選手の話もちょっと被るかわかんないんですけど、まあ、体重差のある試合で、しかもこれ40から50キロぐらいの体重差、はいはいはい、ガオグライ選手ね、あの80キロ満たない70そこそこのミドル、まあ、正確には多分ウェルターぐらいの選手じゃなかったかな、はいはいはい、あその選手があのマイティモー選手相手にハイキックで KO 勝ち。あの試合も見てたんですよ。ああ見てたんですよ。俺はあの、まあ、もうだいぶ前になっちゃいますけど、まあ、その頃のその、まあ、旧 K1 ですけど、もうだいぶ K1 が始まってから後の方の試合ですよね。で、あの最初の頃の試合の方が K1 ってその体重差のある試合とか多かったんですけど、その頃ってもう
それなりにこう、ね、適正の体重の試合が多かった中の久しぶりのその体重差マッチの試合あれなんで、そうでもガオぐらいだけじゃないですか、あの頃って、はい、そうですね、あれなんでガオぐらいはだけそういう体重差マッチあったんですか、わかんないですけど、そのアジアトーナメントで優勝してるんですよ、あ、体重ないけど、ヘビー級じゃないけど、はい、出たい、なんか選ばれたんじゃないですかね、ちょっとそこのいきさつはわかんないんですけど、ガオぐらいでも、はい、ね、その頃ほら、はい、イグナショフとかね、はい、ですね、やってましたよね、なんかイグナショフ選手とヘビー級でやってたんですよ、ね、やってたんです、ヘビー級で、ヘビー級トーナメントでアジアトーナメントで優勝して、はい、それで本戦に行ったんですよ、はい、もしかしたらチャンプアーに憧れてねえ、まあ、でもちっちゃい時にヘビー級でやってたから、それもやりたいって、ね、かもしれないですよね、まあねえ、うん、やっぱりチャンプアーが先駆者だったんで、そうですよね、うん、じゃあガオぐらいもロースパターンだったんですね、かもしれないかもしれないかもしれない、オーソドックスだったけどねいやだから両聞きなんじゃない両方両方、あ、両方、あ、そうっすね、両方考えてましたね、はい、ガオぐらい、あれは衝撃でしたね、でもあのヘビー級の選手がね、こう立てなくなるっていうあのシーンが、ね、YTもあの表情がね、表情が悔しそうだね、悔しそうだ、絶対立ってやれっていう、ね、はい、あの根性と ね、でもあれも良かったっすよね、その YTTもの根性を、まあそうね、いや今でもね見ちゃったりするんだけど、そう、ね、あれはもう衝撃でした、まあぜひね、その映像を、はい、あの視聴者の皆さんに見てもらいたい、はい、はい、はい、じゃあ今回これで終わりたいと思います、はい、皆さんの衝撃的なシーンがあればコメントよろしくお願いします、これでまた次回もあるんですか、あるんでしょう、これはね、そうですね、いっぱいありますからね、まあコメントしてくれた人のそのシーンをこう、そう、紹介するのもいいかもしれない、確かにね、はい、じゃあ終わりましょう、ありがとうございました、シュッ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